はずこいまい、カイトです。バリ最終日になります。昨日はウルアツに行ってきたんですけど、今日はエアポートライトって場所と、クタリーフに行ってきました。今回は GoPro を加えて、撮影しました。今日は僕がバリにいた3日間の中で一番サイズがある日で、GoPro を加えてサーフィンするのは結構難しかったですね。いつもそんなに大きくない時に使ってたんですけど、サイズある時の GoPro は結構大変だなと思いました。ではサーフィンの様子をどうぞ。
映像だとちょっと分かりにくいと思うんですけど、実際はかなりサイズありました。セットはもう頭オーバーですね。でたまに来るセットはほんまに全員が食らうようなもう鬼セットで、もう結構疲れましたね。エアポートライトは GoPro を使用したのは多分30分ぐらいで、あとはもうずっとフリーサーフィンしてたんですけど、もうすごいいっぱい乗れてめっちゃ楽しかったです。クタリーフの方は結構人がいてて波数も、まあ、あったんですけど、ちょっとポジションがあんまり僕うまく見つけられなかったので、あまり乗ることができませんでした。でも乗れたらすごい良かったので楽しかったです。今日でバリ最後ということで、正直めちゃめちゃいやーなんか寂しいっていうか、なんかもっといたかったなって感じですね。次バリに行くときは陸での映像も残せるようにしていきたいなと思ってます。